アシンスとは、チューリップや水仙などと並んで、春の花壇を彩る代表的な秋植え球根です。秋に植えた球根は、春になると、すっと太い茎と揃った葉を伸ばし、茎の先に星形の花をたくさん咲かせます。よく目立つ豪華な花で、強い花の香りも特徴です。鉢植えや庭植えで用いられる品種と、主に水栽培で用いられる品種に分けられます。花は、花びらが反り返る小花を穂状につけ、花の色は、紫やピンク、白、黄色、赤、青など豊富です。球根の表皮が、花色と同じような色なので、球根を見ると、おおよその花色が分かります。見かけることは少ないですが、八重咲き種もあります。葉は、やや肉厚で断面は U 字形です。マイナス5度 C 程度まで耐えるので、南関東以西の暖地なら地植えでも育ちます。とても香りがいいのが特徴の秋植え春咲き球根ですので、園芸初心者の方は、身近に置いて楽しめる水耕栽培がおすすめです。水耕栽培で育てると、室内でも気軽に管理できるので、開花中は、部屋中が、良い香りに満たされ、優雅で美しい姿も鑑賞できます。これまで、数多くの品種が作り出されてきました。通常は、1球から1本の茎が出ますが、大きな球根は、1から2本の花茎が伸びることもあります。最近では、何本もの花茎が一度に出るマルチフローラタイプの品種も作られています。良い球根を手に入れさえすれば、その球根自体に花芽が控えているので、必ず立派な花を楽しめます。球根から育てる方法と、春先に出回る芽出し球根から育てる方法があります。日本には、1863年、文久3年に渡来してきました。当時は、ヒヤシントと呼ばれていて、明治初期に、飛信種と当て字がされ、その後、風信種、ヤコウランなどと呼ばれるようになりました。現在は、ヒヤシンスの表記がスタンダードですが、大正頃までは風信種が一般的でした。渡来当初の、植物学者の伊藤圭介博士の門下であった、田中義雄氏が、田中義雄くん76展覧会記念誌で語ったところによりますと、文久3年2月になりまして、フランスから、1年生の花の種子や球根植物、その他、いろいろなものが伝わりました。その花の中には、麦から花、金魚草、矢車草、飛燕草などが来ました。これがフランスから来て、日本にできた初めであります。球根は、チューリップ、ヒヤシンス、その他水仙の珍奇なものなぞあって、それは日本人には珍しかった。と語っておられます。また、渡辺則綱氏著書で、伊藤圭介氏の五女の小春さんが写本を描いた新都火曜図譜には、不死野新都の名で、紫色の八重咲きのヒヤシンスと、オレンジ色の一重咲きのヒヤシンスの図があり、1867年、慶応3年に、オランダから新たに渡来したと記述されていました。そもそも、ヒヤシンスはトルコからシリアをはじめ、地中海沿岸の地域が原種の植物で、オスマン帝国が12世紀くらいから栽培が始まり、園芸化されました。特に、オスマン帝国のスルタンムラト3世は、1583年に産地から5万本のヒヤシンスをイスタンブールに集めさせたという記録が残っています。その後、16世紀前半にはヨーロッパにもたらされ、イタリアで栽培され始めました。そして、16世紀の末にはイギリスに伝わり、園芸愛好家に注目されて、18世紀から19世紀にかけて、盛んに育種が行われ、フローリスツフラワーの一つとなり、数百の品種が作られました。ですが、日本には、1863年に、フランスからチューリップと共に、渡来しましたが、イギリス系のヒヤシンスは、日本には輸入されず、20世紀初めには、イギリスのヒヤシンスは衰退し、現在は、品種もほとんど残っていません。これとは別に、現在普通に見かけるヒヤシンスは、地中海北東部原産のダッチヒヤシンスで、18世紀から、主にオランダで改良され、2000以上の栽培品種が作出されました。これは、1本の茎に、青、紅、白、
黄色などの花を多数つけるスタンダードなヒアシンスとして広く知られた花です。もう一つローマンヒアシンスと呼ばれる品種があり、耐寒性はあまり強くなく、やや小さい青や白の花をつける可愛いヒアシンスも最近出回ってきています。またヒアシンスの仲間のムスカリは小さいブドウの棒状の花をつけ、やはりよく栽培される人気の花です。チルコンという宝石の一種はヒアシンスという名前でも呼ばれていますが、これはかつてはチルコンの原石が透明の赤茶褐色の原石で、その色がヒアシンスの花のようだから名前が付けられたのですが、現在最もポピュラーな植物のヒアシンスはブルーやピンク色です。ですがジルコニアも加熱処理をすることによって多彩な色が出回るようになりましたので、ヒアシンスというネーミングはありなのかもしれませんね。特に現在ヒアシンスと呼んでいるジルコンはブルー、イエロー、レッドのものを指すようです。ヒアシンスの名前はギリシャ神話の美青年ヒュアキントスから由来しています。ヒュアキントスはスパルタの近くのアミクライの町の由緒ある家系に生まれた美少年でした。彼は美しいだけでなくスポーツも得意だったそうです。そんなヒュアキントスをギリシャの太陽神アポロンと西風の神ゼフィロスは彼の愛を得ようと争っていた。少年は移り気なゼフィロスよりアポロンの方が好きだったようで、この争いはアポロンの勝利に終わってしまいました。ヒュアキントスはアポロンの寵愛を受けて彼に付き従うようになりました。ある日二人が円盤投げを楽しんでいた時に、アポロンの投げた鉄の円盤がそれてヒュアキントスの額に当たり、ヒュアキントスは死んでしまいました。アポロンが投げた円盤がそれたのは少年に思いを寄せていたけれども、アポロンに負けてヒュアキントスの愛を得られなかった西風の神ゼフィロスが嫉妬で風を吹きつけたからでした。嘆き悲しむアポロンの前でヒュアキントスの傷口からほとばしり出た血に染まった大地からはヒアシンスの花が咲き出したということです。ヒュアキントスは元来はギリシャの先住民族の植物神であったと考えられています。ジルコニアの色やヒアキントスの流した血の色などからヒアシンスの花の原種は赤色だったということがわかります。またヒアシンスの花びらには嘆きの声ああを表す AI という文字が模様となってついているという言い伝えられています。このヒアキントスのエピソードから花言葉は悲しみを超えた愛となっている。またギリシャ神話の中にはこういう話も残っています。昔トロイア戦争の時にギリシャきっての勇者アキレウスの戦死後、彼の霊を慰めるための競技会が開催されました。そこで優勝した者にはアキレウスの遺品の武具を授与されるという名誉が与えられることになりました。ギリシャ軍きっての知将のオデュッセウスとアキレウスのいとこアイアスはじめ多くの勇者が参加しました。そして最後にオデュッセウスとアイアスが残り、最終的にはオデュッセウスが優勝してしまいます。この結果にアイアスは憤りを抑えることができずに自害してしまいました。すると血で赤く染まった大地の緑の芝草の間から真っ赤な花が咲き出しました。その花の花びらの真ん中には AIAI の文字が浮かび上がっていました。それはギリシャ語で悲しいを意味する言葉で、アイアスの頭文字でもあるのです。一人ぼっち、悲しいこと。
全て意味があるんだね。通い慣れたこの道、幾度季節は流れ、思い返す泣き笑い、私の学生時代。65点の私はどんな